皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。本当にたくさんのアーティストに出ていただいて、素晴らしい、賛美とトークを、続けさせていただいておりますけれども、今日もまた素敵なアーティストを、お迎えしております。若い、素敵な、アーティストをご紹介したいと思います。まず1曲目からどうぞお聴きください。ありがとうございました。今日のゲストは、つかこしのぞむくんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、素敵な弾き語りでお届けしましたけれども、今、大学4年生ということで、はい、いつぐらいからこの、弾き語りを始めたんですか？昔から音楽は好きだったんですけども、うん、本格的にピアノを始めたのが2年前の大学2年生の10月とかで、はい、それからすごい祈って、ピアノはもともと好きだったので苦ではなかったので、もう毎日何十分も弾いてて、それで祈りながら神様に賛美作りたいなという思いで作り始めました。で、自分の賛美を、はい、そうです。何曲くらい今書いたんですか？そうですね、自分だけのやつだったら今10曲ぐらいありまして、はい、友達とか兄弟とコラボした曲も何曲かあります。素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、今の曲は何ていう曲ですか？ただあなただけをという曲なんですけども、はい、これは僕の長女と一緒に作りまして、長女が作詞をして僕が作曲をしたんですけども、うん、お姉さん。はい、そうです、うん、はい、ノンクリスチャン向けにもっていう、クリスチャン向けにもということで、姉が歌詞を
書きまして、うん、本当に僕たちは本当に小さくて弱いものなんですけども、うんうん、本当に祈るしかできなくて、でもその祈りを必ず神様が聞いてくださり、本当その先には十字架があって、私たちをずっと密接に愛してくれてるという思いでこの曲ができました、うん、そっか、お姉さんともじゃあ活動というか、うーん、そうでもない、これ限りですね、はい、実は僕もね、あの姉と一緒にあの活動してるので。あ、そうなんですか、はい、兄弟でっていうのは、はい、あの共通かな、いいですね、はい、ぜひ兄弟でも活動してくださいっていう、はい、あのクリスチャンになったきっかけとかそういうのは、はい、僕は牧師家庭で、はい、あの、もうとても一緒だ。あ、そうなんですか。素晴らしいですね。ありがとうございます。いや、本当になんか牧師家庭でずっとクリスチャンだったんですけど、うん、やっぱなんか牧師家庭のせいか、最初はなんかその信仰があまり高くないと言いますか、うん、あま、本当なんか意識的に信じてるみたいな感じだったんですけども、うんうん、本当に大学生に入ってから、本当に神様を実感することを、ができて、それをきっかけにどんどん信仰を燃やされています。うん、 いいですね。そのあの今大学生だとなんかそういうあのクリスチャンの集まりとかっていろいろあると思うんですけど、そういうのにも参加されてるんですか？はい、そうですね、あの去年から参加しだしたんですけども、本当にその関わりが楽しくて、うん、もう僕にとってはもう一番の大学生活のイベントです。KGK。KGK です。はい。僕も KGK。そうなんですか。いろいろと共通点が。そうですね。共通点があって嬉しいです。あの、次の曲は、の紹介にしてもらいたいんですけれども、はい。次の曲はですね、栄光は主のものというタイトルなんですけども、はい、これは本当に神様だけを称えて、自分の、あの、霊と誠によって捧げていこう、礼拝をしていこうというイメージなんですけども、本当に神、聖書でも呼ばれている通りに、イエス様の名を呼びなさいと書いてありますよね。うん、それで、ただ呼ぶだけじゃなくて、本当に自分の罪を悔い改めて神様の名を呼んで、すべてを委ねて、行けば必ず神様は奇跡を起こしてくださって、うん、僕たちを導いてくださる。本当にその栄光は神様のものなんだという気持ちで作れた曲です。うん、どんな時にこう生まれたんですか？やっぱりこう祈ってる時とか。そうですね。これ本当に、最近できた曲なんですけども、うん、ちょっとこれを作る前からちょっと曲の、作詞作曲の間がありまして、時間が空いてまして、なんか最近曲作れないなって思ってたんですけども、そこにやっぱ自分の最近祈れてないなという、心から礼拝できてないなっていうのを、あの、バカラさ、なんか、祈ってて、そういうことを、はい、示されまして、あ、やっぱそうだったんだなっていう思いで、素直に、あの、歌詞を書いてみたらできた曲です。素晴らしいそれではじゃあ2曲目どうぞ、お聴きください。全てを委ねて
ことに思て心を清めて主だけを知る心を沈めて主の名を呼ぼう今ここに奇跡を起こされ希望が溢れるその栄光は全て主よあなたのもの全てを委ねてあなたを求める王なる主よ今ここに奇跡を起こされ希望が溢れるその栄光は全て主よあなたのもの先ほども、僕が音楽を始めたのは2年前と言ったんですけども、そのきっかけはですね、父がちょっとその頃に病に侵されてしまってすごい教会がバタバタしてしまったんですね。でそれで創学者もその時ちょうど運が悪く展開をしてしまいまして、で創学者が誰もいないということで、すごい、父はすごいもう苦しんでいたんですけども、その時に、僕がピアノをまあ、昔から好きで触ってはいたので、じゃあ、やってみるよということで、練習を始めまして、で本当にそれから祈り求めて、神様に力を頼って、本当に、その頃からピアノに本気で向かうようになりました。で、それをきっかけに本当に神様が力を与えてくださり、だんだんと奏楽の力といいますか、本当に奏楽ができるようになり、本当に神様に感謝しています。で、本当に僕がこの作曲作詞をするようになってから、ちょうど6ヶ月、半年ぐらいに、すいません。ピアノを始めてから半年ぐらいにですね、震災が起きまして、で、ほんとこの震災のために自分は何ができるのかって考えたときに、曲を作ろうと思ったんですけども、その曲が次に歌う曲なんですけども、神様はこの東北の地を今、震災という災いで照らしましたけども、本当にそれは神様の計画であって、神様の計画は時に災いを起こしますが、その先には将来と希望が必ず約束されているものであって、平安と希望がその先には必ずあると信じています。それできっとこの日本に今こそ本当にリバイバルが起こるんじゃないかと僕は本当に信じています。で、様々なクリスチャンの方や、クリスチャンアーティストの方も本当にそう思っていますし、本当にこの震災をきっかけに日本がリバイバルしていくということをすごい強く思って作った曲があります。聖霊よ、今ここにというタイトルなんですけど、本当に聖霊様がこの地を照らし、聖霊様の臨在が溢れて、この地がリバイバルに導かれていくということを信じて作った
曲です。でこの曲を歌うにあたって、佐々木淳さんがピアノを弾いてくださるということで本当に光栄なことです。はい、もう僕はピアノ全然できないので佐々木淳さんとコラボできるって本当に嬉しくて、もう本当に感謝です。神様も本当にこの場を借りてあなたに感謝します。ハレルヤ。本当に、皆様聞いてくださって皆様、この曲を覚えてくださり一緒に日本のリバイバルのために祈り歌っていきたいと思います。よろしくお願いします。本当素晴らしい、曲ですね。聖霊よ今ここに、この曲が本当にいろんなところで歌われてなんか行くような気がするんですけど。ですか。はい、いやもうそれは幸いなことです。本当に感謝します。はい、はい、これからの、はい、ビジョンっていうかどういうビジョンを持ってますか。そうですね、僕は一応将来は教員を目指していまして、うん、今ミッションスクールの方に、応募しているんですけども、まあそのミッションスクールで、まあこういう賛美、ゴスペル、ワーシップなどの活動をして、うん、少しでも本当に
今の子供たちに届くように活動をしていきたいなと思っています。いいですね。ありがとうございます。本当にあのそういう先生がねいたら素晴らしいなと思いますね。子供たちと一緒に歌ったりとか、はい、子供大好きなんでそしてあのそうですね、まあ、賛美について、はい、あの出ていただいた人にみんな質問してるんですけれども、はい、のぞむくんにとっての賛美とは一言で言うと何でしょう。そうですね、僕にとって賛美は解放だと思っています。なんか賛美って本当に主に主を称えるために行うものだと思うんですけども、なんか僕たちが神様に礼拝をして称えているのになぜかそれ以上に僕たちの心を満たしてくださって、本当に神様のその大きな愛を感じることができるんですね、うん、でその賛美を歌いながら涙を流している人を見ると、まあ、僕もそうなんですけども本当に心が解放されているんだなってすごく思います、うんうんうん、で僕が賛美を作る時もなんか自分の気持ちを素直に表して神様に心を解き放して本当に賛美を与えてくださいと祈ってから祈るので、うんうん、本当に賛美ってものは心を解き放すもので解放してくれるものなのかなって僕は考えています、うん、ぜひね本当にたくさんの、まあ、テレビを通して見てくださっている人も、はい、この賛美を通して本当に心が解放されて、はい、そうですね、うん、神様に会って、はい、まあ、解放されるっていうと本当にもうなんか重荷がね取れて、そうですね、リラックスした状況に、ね、はい、なってほしいなと思います、はい、ぜひいい曲をねたくさん書いてそしてみんなに紹介して、ください。はい本当に これからも神様に期待して神様からの恵みを受けながら与えられる賛美を通して活動していきたいと思います、はい、はい。これからも頑張ってください、はい、ありがとうございました。塚越、はい、のぞむくんでした。はい、ありがとうございました。番組を見てくださっている、皆さん本当にありがとうございます。この番組では本当にたくさんの、熱い思いを持った、アーティストの方が、出てくださっているんですけれども、本当にそのクリスチャンアーティストであるっていう前に本当に神様を礼拝する、一人一人だなっていうふうに、感じております。ぜひ皆さんも、この神様と出会って、賛美によって、今日も言われたように解放されるそのような、人生を歩んで、いただければなと思います。CGN テレビでは皆さんからの、この番組に対するリクエストや要望をお待ちしております。ぜひ、どしどしと、お便りをお寄せください。それではまた来週、我が魂の賛美シーズン2でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。私を知るお方、私のために立てた計画をあなたは知っている方。主よ、その御心を教えてください。私のために立てた計画をあなたは知っているから。主の御告げ、それは私の
私のため